そのうちに八方から明かりが飛んできました安頓は手職に変わり手職は蝶賃に変わりましたともかくもこのままにしてはおけない先生を家の中へそれから町内の外科と銭形平次親分のところに人を走らせるんだ夜中女は危ない私が下男の新基地は忠実に駆け出してくれます町内の外科の家と銭形平次の家と 二件を一人ででける気でしょうこれにしても丹三郎先生がいないそういえば戦国からの騒ぎに若先生は見えないようだいつものところだしようのない先生だこの騒ぎの中に塾生たちは顔を見合わせましたこのひっくり返るような騒ぎの中に若先生の丹三郎がいないというのはどうしたことでしょう第3章時を移さず 銭形平は駆けつけつました下南の中年男新吉と一緒ですが初一年をかき乱されることを恐れて道々何にも聞かなかったのは平次の新しいやり方でもあったのです。もっとも下っ引き一人八五郎のところに走らせたことは言うまでもありません。先生はこの辺りで切られて死んでおりました。の下には寂しく高張が一つ 黒ずんでで見えるのはその時のはそ時しもっとも大泉丹吾が切られたのを誰も見ていたわけではなく大方は弟子たちの想像ですが板塀に残る糸くずや大泉丹吾の断末魔の声残る傷跡などから合理的に想像されただけで板塀の下に崩れた死骸その死骸に残る人たちの鋭い刀傷は 紛れもなくその上先生が死に際に漏らしたという「兵の上兵の上のくせ者」という言葉は一切の事情を説明しております。平治が大泉塾の中へ入るとそれでも一足遅れました湯島の吉親分が駆けつけて「その下手人は養子の丹三郎にそう言るまいと」とろくに挨拶もせずに飛んでいきました。 若先生はいつもの通り両国界隈を飲み回っているに違いありませんとしがらき三郎が言うのですもう着替えも終わって帯も締めており戦国の寝巻きを引っ掛けた姿とは大変な違いです銭形平次は大きく一つうなずいて家の中へ入りましたうち弟子四人武家の子か豪子の子かいずれは筋の良い人たちですが 黙って迎え入れるほかはありません。学問はあっても大泉丹吾はただの学者でその家で起こったことは町方の支配でなければなりません若先生の丹三郎が留守自然熟重いな顔をする信楽三郎と自責の浅井清の神は一切を取りまかないましたあとは須藤を守るに旗野十郎という少年十八と十七では 拉致が飽きません死骸は白布白布にも及ばずそのまま寝かしてありました肩先から切っ先下がりに人たちうも切ったと思う見事な腕前です死骸の森には四人のうち弟子と大泉丹後の娘さゆりが控えておりました八五郎が言った通りこれは誠よい娘です巨祖は尋常で少し道徳的に過ぎますが 学者の娘としては、こんなのが理想的なのかもわかりません。細表の浅黒い顔、それもやや青ずんで、内輪ながらも悲嘆に暮れる姿は痛々しいばかり。平次も思わず、目をしばたたかせました。お嬢さん、とんなことでございました。こんな場所で聞いちゃ失礼ですが、下死人のお心当たりはありませんか。<laughs> 私は。さゆりはそう言って、 でそっと涙を拭くのです学者で金持ちで先生は敵の少ない人ですがそれでもどこに恨みのネタばを研ぐものがあるか遠く離れている平時には見当もつきません四人のうち弟子を一人ずつ見比べましたしがらき三郎は二十五歳浪人者の子で白いゴンパチを少しふけさせたようなニヒリストで良い男でもあります 横着者を看板にしながら先生の受けも決して悪くないというか立ち回りの利口な男こんな男を相手にするのは平時も一番厄介ですでも説明はことごとく行き届きましたまさにその世の四つ頃先生がもう帰られる頃と思ってうつらうつらしながら待っていると塀の外から大変な声がしたというのです。 話は逆になりますが、しがらき三郎は、熟生でも別扱いで、おかっての外の四畳半一質をあてがわれており、他の熟生とはいくらか別格の扱いを受けていたのです。それに驚いて飛んで出ると、先生はもう息も絶え絶えでした。何か一言おっしゃったそうですが、それは熟生の浅井聖の神が聞いております。

浅ましく乱れておりますが、言うことはいくらかしどろもどろで、その話の取りまとめに平次も少し骨が折れます。物音に驚いて飛び出すと、先生はたしなみの一燈を引き抜いたまま塀の上だ、く曲者は塀の上にいると申しました。でも、その時はもう塀の上には誰もおりません。傷の様子でも1等の拝み打ちで、これは塀の上から切り下げたに違いありません。 大変な腕利きで、というだけです。最初に安頓を持って出たのは、須藤を守る。二人は奥の六畳に休み、最後に旗の十郎は、下南の新基地と、そのまた次の六畳に休んでいると分かりました。第四章須藤を守るは十八歳、旗の十郎は十七歳、原服したばかりの豪子の子で、 何の変哲もない悪面の少年たちでした金と暇とに明かして江戸へ出て塾へ入ったのでしょう武家の子でないものは志はあっても聖堂へは通えず民間学者を頼って功耗の道に勤しむほかはなかったのです人当たり二人の少年の身元を聞くと平時の注意は残る二人下男の新吉と 下女のおかに向かいましたどっちも小馬ぐらいはひねり倒しそうな野蛮な様子をしておりますが新吉は秦の十郎と一緒に寝ていたに間違いはなく下女のおくは年頃のくせにこの上もなく寂しがり屋のお嬢様のさ百合と同じ部屋にいたに違いありません。念のためこれは本当に念のためでした内中の調べが始まりまりした。 秋の夜はその頃から調べ始めて調べも次第に楽になりましたおおやぶんあの赤西野郎が殺されたんですってね驚きました八五郎が向こう柳原から飛んできましたほう八かちょうどいい手伝ってくれ平治は八五郎を手伝わせて大泉丹後先生の書斎を調べ始めました「京中おのずから万棺の書ありで」で あまり蔵書はありませんが部屋の隅の方に何やらどっしりした平治の注意する通り蓋の正面は無残に壊れておりましたのみかなんかで錠前をねじ開けたらしく鍵は曲がったまま金具は引き向かれて静かにそれを開けると 中にはなんと千両箱が二つまさに二千両の大金が無事に横たわっているではありませんか死骸の懐から出た亀入れにはたしなみの金数二両は入っておりますがあとはお勝手の雑用に少しの青線があるだけ言うほどのこともありませんお嬢様これをご存じで平時は大勢の人たちをりみました 二千両といえば人信んですい,いえ存じません私は少しも娘のさゆりは首を振ります娘の知らないものを熟成や方向人は知るはずもなく「あんなケチな旦那様がこんなに大金を」と顔を見合わせて驚くばかりですしかしこの二千両は思わぬ大きい土産でした念のため娘のさゆりに聞いても私には もわかりませんただもうつままれたようになるだけのことです二千両の出現に力を得て八五郎は内銃をかき回しましたがあとはネズミの尻尾も出ず今までは書斎の隅に置いてヨーダンス風の巨大な箱が無残に打ち壊されていることさえ気づいていなかったのですただしかし毎朝この部屋の掃除はするはずだと気づいて 下女のかくに聞くと「掃除は私の受け持ちですが昨日まではネズミのかじった跡もありませんでしたそれが旦那様のご自慢で大一そんなに重くっちゃ私などは動かせもしません」というので達者ではあるが嘘などはつきそうもない四十女平次はそのまま受け取るほかはありません「俺はもうえるよ下手人は湯島の地が追っかけているそうだが」。 この上こうちには調べようもあるめ、ね、金を持ち出したのは下手人に決まってるよ千両箱一つで我慢をして塀を乗り越えて逃げるところを先生に見っかったのさ千両箱は一つでも五貫目はある塀を乗り越えるのに二つはもてめえよおしを八五郎は顎を長くしました気になるなら泊まって探すがいい千両箱でもめっけるととんだ手柄になるぜ平次は 八頃を一人も残して、ミレンゲもなくこの家を去るのです。大泉丹吾は世間の評判通り三千両の庫番を貯めていたかもしれませんが、ざっと見たところでこの家にはもう貯めていそうもありません。